奪った金返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな、覚悟しやがれ。小島組長、キリュウ組長が趣味を無理やり、だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。ユミ、ユミ、おい、しっかりしろ。やっちまった、東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ、おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦、弓を頼む。キリュウは行け。ふざけるな。俺がやった、金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。
迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ、絶縁なんじゃねえのか。東条会士三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。